よーがじっこちょんはタイポンです。それでは日本代表でワールドカップ優勝目指す実況やっていきたいと思います。はい、ということなんでちょっとねまたねトラブルというか俺のミスというかいうことがあったんですけど、まずね対戦相手が本当はねセルビアなんですけど今ちょっとブラジルになっていると、まあ、これなぜかというとねちょっと前回フランスの試合終わった後に、まあ、本来ならここでセーブしなくちゃいけないんですけど俺オートセーブオフにしててセーブしなくちゃいけないんですけどちょっとそこをね俺やったはずなんですけど多分忘れてたっぽくて、なんかじゃあちょっと実況撮ろうっつってここの画面来たらなんかフランスって出てあれフランスやったよなと思ってで仕方ないんでちょっとまあ得点者だけ一緒にして、まあ 3-0 で勝っといたんですけどそしたらねブラジルが勝ち上がってきちゃったとで他のとこもねちょっとね違うっていうグループステージじゃねえよ決勝トーナメントうん確かドイツとスペインとイングランドとベルギーが勝ち上がってたんですけど、まあ、スペインがちょっとウルグアイに負けちゃってウルグアイが勝ち上がってきちゃったよって感じでこっちで言うと、まあ、ブラジルとあとアルゼンチン来てたはずなんだけどポーランドスイスは確か勝ってたような気がするんで、まあ、だからブラジルとブラジルのところとアルゼンチンのところがちょっと変わっちゃったんであとはスペインのところかが変わっちゃったんですけど、まあいいでしょうということで、まあ、ブラジルと戦った方が面白いしと思ってもうこのままやっちゃいます。それじゃあブラジル戦いきましょうか、まあ、ちょっとこれ今回はね絶対試合終わった後速攻セーブするマジでもう本当にこのミスやだ。じゃあまずスタメン変えていきましょうと言っても大島だけ入れればあとは変えなくていいかなこのメンバーのままで。てか相手ネイマールいないんだ。ネイマール選ばれてないんですかね、わかんないですけど。てかディフェンダーめっちゃいるな。めちゃくちゃなんか偏ってるけど大丈夫か。じゃあキックオフでいきましょうさあ来ました FIFA ワールドカップ日本 VS ブラジル。さあクォーターファイナルですからね。もうブラジルにあれブラジルにかつて勝ったことってあるの、あるんだっけ。 あるわ。かなり昔か。もう全然俺がサッカーとか全然見てない時すごい昔。むしろ生まれてたのかと。いや生まれてたのかな。さすがに生まれてたかさあブラジルの国歌。すごいなんかテンション高めだなブラジルの国歌。国民性が現れてるという感じなんでしょうか。陽気すごいなんかサンバって感じ。サンバ俺半目だけど大丈夫。ミリタオミリタオ今半目だったけど大丈夫か。ラウベスみんなでも胸に手当てて、いやーいいですねピッチリと。さあ次は日本の国歌です。皆さん歌ってくださいね画面の前でも。にーこれ途中が始まるからね。さあこげんやすぬしゅうまね。こう歌ってる時のなんていう格好が違いましたね。ブラジルのスタメンの選手たちはねこう胸に手当てたけど日本はこうみんな肩組んでと風になってた。さあ行きましょうか。まあ、相手のスタメンもちょっとさっきチラッと見たし見なくていいかと思ったけど一応見ましょう。まあいかついメンバーですね。はい、じゃあ行きましょうか。まあ、でもネイマールいてほしかったけどな正直。ネイマールと長友のサイドじゃないか、坂井宏樹か長友のサイドやっぱちょっと戦い見たかったっていうのあるっすけど、まあまあまあいいでしょうと。まあまあまあいいでしょうと。南野行くんすかねリバプール。そこはめっちゃ気になりますけど、まあ多分行くと思ってるけど俺は。はい、いや南野取られちゃったよ。取り返すんだよね南野。はい、いやー惜しい。いやちょっと結構攻められてるな。いやうっそうそマジか。いやブラジル強えなやっぱ。フランスもめっちゃ強かったけどなんか全然攻められない。どうしたんだと、日本どうしたんだと。
ちょっともう喝を入れてます。竹下さんもちょっと落ち込んじゃってフィルミーノか。まあ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 、まあ、まだね時間全然あるんで大丈夫だよと。ここパスうまかったな。誰これ、コウチニョ。コウチニョこのもう針のね穴を通すようなパスすごいでな。あれはあんなパス通せないよ。ちょっと前半のうちにとりあえず引き分けは間違いなく達成したい。中島空いてる。オッケー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 。いや強い。アウベスか、すげえな。大迫、ああ、ファビーニョのフィジカルに吹っ飛ばされた今。よし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 、これはもう絶対決めて。オッケーオッケーオッケー。そういうミス、そういうミスをねしっかり。なんなんこれは、それそのなんか耳をピッてやってるやつ、なんなんそれ。なんか中腰みたいになって全然かっこよくないんだけど。もっとかっこいいパフォーマンスないの。かっこいいパフォーマンスしてよ。よしよし、こういうミスね、相手のこういうとこをしっかり決めるか決めないか、これまで 勝敗の分け目。 OKOKOK。 これも終了間際、終了間際エフェクトだろ完全に。だってあの1本しかシュートってないんだよ。全然攻めれてないよ普通に。ブラジルちょっとなんかフランスの方が戦いやすかったレベルで強いな。いやーそれはうまいぞ。いやーここでね取りきれないんだよね。コウチーニョだ。めっちゃ走ってくよ、めっちゃ走ってくじゃん。あ、こういうの見たい、こういうの。俺もこういうの見たいな大迫で。よし、ちょっとうまかったわ。ここ完全に裏取れちゃった。裏ケアするの完全忘れてた。ここで取ってほしかったけどね吉田。まあまあそううまくはいかないと。ブラジル強い。ちょっとこのままだと本当に勝てないなこれ。戻そう戻そう。はい、長友から中島。大迫なんか今サボってたな。マジか。はい、空いてる竹下。行こう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 。どうどう。いやーくっそファインセーブだったね。確かにこれは竹下でちょっと持ってって逆足だけど、コースがな、シュートコースど真ん中キーパー。マジよくあるああいうの。はい、来たよ。いやー惜しい。ちょっとこれ一回橋本で。オッケーオッケーオッケー。はい、いや待て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 。大島空いてる。そう、いやー大迫にね行ったらよかったんですけどね。竹下空いてる。オッケー。ちょっと待って、これはもういやー打たなきゃよかったかも。どんな選択肢があった、中にいるって選択肢あったんだけど、ちょっと竹下打ちたくなっちゃった。あーまあ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 、いいよいいよ。はい、頼む。よしな、なんか中にはいいんだけどな。はい、竹下。オッケー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 。はい、ダメか、もう時間がないですよ。どう、ここはパス。あっ、あっ、竹下、竹下久保竹ふさ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 、おお久保竹ふさ、おお久保竹ふさ。いやいや、もう事故じゃん。もう事故じゃん、いろいろ事故ったよ完全に。
ちょっとこれはね、パスしてでもよかった。結果的にね。よし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 。ちょっと選手かよ、選手かよ。あー、オッケーオッケー。あ、フレッチ投入してきたか。ちょっとこっちもね、選手変えていこうかな。鈴木、武蔵、浅野、伊藤純也。この3人投入で。ちょっと南野残しで。いきます。オッケー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 。いいよいいよいいよ。マジ、久保仕事したな。抜け出しよかったから。オッケー、あと1点。ちょっと守らないと。普通に守らないといけないし、点も決めなきゃいけないしと。伊藤純也のもうこのスピードで持ってっちゃおう。スピードで持っていって、え、マジで全然、あー、そっちじゃなかった、今なー、南野のところ、痛かったんだけど、ちょ、テンパってない？ブラジル、テンパってるぞ、いや、うま、アランかな、今の、これ、冨安、ナイス、冨安、はい、いや、いいよ、鈴木武蔵、くそ、いや、いけ、よし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 。いやーでもちょっとドリブルがでかいな。よしよし、もうそんだけも人数かけて、はい、伊藤純也1個、もう伊藤純也に頼む、もう全てを、もうこいつに託す、こいつに全てを託す。いや、さすがにちょっときついか。あー、出ろ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 。よしよし、出た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 、はい、行こう。鈴木武蔵頼むよ。まあまあ、はい。はい。あるよ、まだ時間。来た。はい。鈴木武蔵？よっしゃ、ここは決めるよね、さすがに。オッケー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 。これはもう最高でしょう。いやいや、もう日本のサポーター。いやいや、外国人しかいないけど、めちゃくちゃ大変なこと起きてるよ。よし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 。いやー、さっきマジ外したから、今回もと思ったけど、ここはやっぱ決めてくれたわ。いやー、ここ、南で行こうか迷ったよ。けど、やっぱ鈴木武蔵を、俺は信じた。鈴木武蔵を信じていったよ。いやー、もう力抜けたよ、今、全身の。よしよしよし。いや、ここもいいしね、ここも。この光景最高だよ。よし、もう守るだけ、守るだけ。もう、マックスに守備的に。マックスに守備的に、ドン引き、ドン引き。ドン引きで、ドン引きでいこう。はい、吉田、跳ね返して。よし、冷静に、冷静に。はいはい、もう時間使おう、時間使おう。もう時間使おう、時間使おう。はい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 。ああ、しゃ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 。めっちゃいい試合した。よーし。ベスト4。オッケー。やったやったやった。正直マジでブラジルは本当に負けるかなと思ったけど、見せた大迫がマウザマッチ。さあ、ベスト4で揃いました。日本、そして、あ、スイス勝ったんだ。あとはウルグアイ、あと、イングランドか。この4チームの中のどれかが優勝すると。それじゃあ次回、準決勝スイス戦やっていきたいと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございます。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。